皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はおすそ分けファイル4冊の紹介をしていきたいと思います。今回は蛇腹のファイル2冊とあとちょっとね違うパターンで作ってみたのでそれを紹介していきたいと思います。まずはこちらの蛇腹の方から紹介していきたいと思います。まずこちらがこのねクリームソーダとペロペロキャンディーとかのすっごい可愛い柄で、私この柄がすごく大好きなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？動画で見るより結構はっきりして可愛いんですけど、すごく色合いもすごい好きでこちらを作ってみました。では紹介していきます。まずここにはアイスのメモを入れてます。これはいろんなねアイスのメモでこんな感じですね。でこちらがレトロアニマルのメモだったりとか、こっちのねちょっと大きめのタイプのものですね。でこちらがミルク瓶のメモとこの牛乳パックのメモです。でこちらが哺乳瓶とかキャンディーのメモです。でこちらがこんな感じのねお洋服のメモです。スイマーのですね。でこれがリラックマのメモをたくさん入れてます。でこちらがキララちゃんとアイメロちゃんのメモです。でこちらがキティちゃんのアニバーサリーのメモです。でこちらがケアベアのメモです。こっちもケアベアのメモを入れてます。で最後のポケットにはレターセットを入れてます。こんな感じですね。はい、こちらのファイルの紹介は以上になります。続いてこちらのファイルを紹介していきます。こちらはレトロアニマルの柄です。で中はイチゴで作ってます。でこちらはね先ほど紹介したアニバーサリーのメモを入れてて、あんまり中身変わらないのでさささっと紹介します。これもアイスのメモとリラックマのメモで、ここも同じかな、多分同じですね。はい、こんな感じです。でこれも一緒でこんな感じのメモで、これがキララちゃんのメモですね。結構折って楽しめる系のメモで、キララちゃんとマイメロちゃんを入れてます。でこちらもねさっき紹介したもので、こちらがこういうメモです。でこちらもケアベアの紹介したメモが入ってて、レターセットの柄が違います。こんな柄を入れてます。ちょっと4冊紹介するので中身一緒の部分はあまり詳しく紹介しないんですけど、はい、こんな感じでした。続いて新しくね作ったタイプのファイルなんですけど、こちらちょっとね横向きのが今まで多かったんですけど縦で作ってみました。こんな感じです。でこちらこんな感じで、ここがね10ポケットの蛇腹になってたりとか、あと、まあ、ポケットがね4ポケットあって、でこれはちょっと私が作ってみたんですけど、こういう感じのポケットがついてるファイルを作ってみました。限定でちょっと作ってみたんですけど、まずこちらは
こんな感じのね、フレークシールを入れました。お裾分けみたいな感じで結構種類入ってます。これとかもね、めっちゃ種類多くていろんなのが入ってます。あんまり柄紹介せずに失礼します。で、まあ、ちょっとこれはクリップで留めてる感じなんですけど、ここのポケットを紹介していきたいと思います。一番奥はちょっと取り出しにくいんですけど、こんな感じのねメモを入れてます。レトロアニマルのメモです。で、続いてペーパードールメイトのメモがこの柄とこの柄とこの柄とこの柄を入れてます。2枚ずつ入れてます。で、さっきも紹介したアイスのメモを入れてたりとか、あとはキキララちゃんのメモですね、これを入れてたりします。で、これもさっき紹介したリラックマのタイプで、ここがこのミルクのメモを入れました。で、一番前はこのね、折って遊べる系のメモで、折んないと入んなかったのでちょっと折ったんですけど、こういうのだったりを入れました。すごいね、裏を持って全部可愛いので、ちょっとしたメモを書くのにとてもいいですね。はい、こういうメモです。ここはね、蛇腹になっていて、ここをね開くとこうポケットになっていて、ポケットを紹介していきます。中にはこの紹介したさっき紹介したこのサイズのメモと、このアニバーサリーのメモとヘアベアのメモを入れてます。あまり中身が変わらなくて申し訳ないんですけど、ちょっと他の中身もね入れていきたいなとは思うんですけど、ちょっとねかぶっちゃってて申し訳ないです。で、2ポケット目はレターセットを入れてます。レターセットはこんな感じの2種類を入れました。そしてこちら、このねドレスのメモと、これがバッグのメモと、あとこちらですね、こんな感じのメモを入れてます。そして最後はこのね、ちょっと私が作ったトレペの袋なんですけど、この柄のトレペの袋で、こちらペーパーナプキンを入れてます。ペーパーナプキンは衛生上どうなんですかっていうコメントが以前あったんですけど、食事の時に使うようにご裾分けしてないので、それだけねちょっとご了承いただけたらなと思います。ちょっとどうしてもね折んなきゃ入らないので折ってるんですけど、はい、こんな感じで入れてます。で、こちらはちょっとね、いつも作らないものをポケットつけてみたんですけど、100均のものを普段入れないんですけど、こんな感じでちょっとね、お裾分けを入れてみました。これはちょっとおまけです。こちらのね、ジップバッグとドーナツのラッピング袋とか、はい、いろいろ入れてみました。ちょっとね、動画で紹介してばっかりだとすごい溜まっていく一方なので、ちょっとおまけに入れようと思ったのでちょっと入れさせていただきました。まあ、こういうのはね何かと使えるので、ね、使っていただけたらなと思います。まあ、これはね使い終わった後なんかここに入れたりとかするのにしっかりしてる袋なので、他のもの入れたりもいいと思いますね。ファイルこの後使うのはご自由なので、はい、こんな感じで紹介は以上です。続いて最後、こちらのファイルを紹介していきます。こちらはちょっとね薄手のタイプなんですけど、こんな、はい、ちょっとアメリカンっていうのかな、なんていうのかな、これちょっと海外っぽい感じで作ってみました。こちらはちっちゃいポケットをつけてるんですけど、こういう感じのメモだったりとか、このちっちゃいねマイメロちゃんのメモだったり、フレークシールを入れてたりとか、チケットを入れてたりします。で、こちら手前なんですけど、このねチケット
このちょっと固めの素材のチケットと、あとはレトロアニマルのチケットだったり、このデザフェスで買ったメモとかを入れてます。トレーシングペーパーは最近やってなかったんですけど、久しぶりにちょっとこの柄でやってみましたね。はい、でこちらなんですけれども、こちらのポケットはこんな感じのメモ、これさっきから言ってるんですけど、とこちらですね。そしてこちらがレターセットです。3セット入ってます。そしてこちら、ここはね、あの10ポケットじゃないんですけど5ポケットかな。でこのレトロアニマルのメモと、このトゥードゥーリストのメモと、このスクエアメモと、こういう感じのメモと、プリンセスのメモを入れてるんですけど、この3種類と、こっちの3種類のプリンセスのメモ入れてます。ちょっと固めの素材なので、なんか書くのには、書いて渡すのとかにはいいと思いますね。でこちらのリラクマのメモですね。このリラクマのメモはいちごモチーフなので、ちょっと今回いちごということだったので、いちごって感じで、結構いちごにしました。まあ表紙はさくらんぼといちごなんですけど、ハイラズベリーかなとかっていう感じですね。はい、というわけで今回は4冊のおすそ分けファイルを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。メルカリにて販売しているのですが、ありがたいことにすぐご購入していただいてますので、また販売するときはお早めにご購入していただけたらなと思います。メルカリのフォローをしていただけると通知がいくシステムなのかなと思うので、メルカリのチェックもしていただけたらなと思います。ではバイバーイ。最近すごくね、お仕上げファイル欲しいですとか、学校が忙しくて全然ファイル作れてなかったんですけど、すごく欲しいですって言ってくださる方が多かったので、夏休み今ね、ちょっと時間があるので作ってるんですけど、すぐにねご購入してくださる方が多くて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。